キプロスから乗った船、元は捕鯨船だったらしいな。ああ、日本製だ。乗り心地はいい。目覚ましになった。あれは数年前まで捕鯨船団で現役だった。排水量は小さいがパワーがある。先例としてはまだ働き盛りだが、本業がなくなった。捕鯨に対する国際世論が毎年厳しくなってるからな。そうなのか。捕鯨禁止は十数年前から進んでる。年々個別種ごとに定められ、2年前には商業捕鯨の一時的全面停止が IWC で決議されたんだ。日本を含む数カ国は最後まで抵抗したが、結局多くの捕鯨会社は白旗を上げざるを得なかった。スネーク、クジラは食ったことはない。俺が子供の頃は日本の国民食だった。うまいのか。当時の日本は貧しかったからな。それにあれから国際的な立場も変わった。まあそのおかげで俺たちはあの船を安く買えたんだ。ただし船の改装には結局その5倍はかかってる。各種 ESM と通信機器を目立たないように詰め込んでな。今では各地を飛び回って資金と任務に当たっている。今後は現場のあんたとマザーベースの通信中継基地支援兵を回収する母艦としても活用するつもりだ。ダイヤモンドドッグス。ダイヤモンドの語源はギリシア語のアダムス。意味は征服しえない、屈しない。石を象徴する言葉は永遠の絆、不屈、純潔だ。そうだ、あんたがザボスに頼むと、あとは任せろ。大天名に込められた言葉は潔白、そして純粋。何者にも屈しない。潔白を貫くとはつまり何かに忠を尽くすということだ。カズ、霧の中で襲ってきた部隊はあいつらを知ってるのか。襲われたのは初めてじゃない。ソ連軍に捕まる直前だった。あの日俺たちはゼロラインにいた。アフガン側だ。クナル州参加回収する。了解だ。アジャヒリンを訓練した帰りだったんだ。アフガンでの教練依頼は多いが、大抵の PF は嫌がる。目立つ仕事だからな。だが俺には目立つくらいがちょうどよかった。仕事は上々。あとはパキスタンのトライバルエリアまで戻るだけだが、急に辺りが陰った。砂嵐じゃない。先方の兵士が妙なことを言った。霧の中にドクロが見えると。スカルズか。次の瞬間その兵士が消えた。慌てて陣形を整えた俺たちの上にそいつの手足が降ってきた。もともと危険な任務だ。俺はダイヤモンドドッグズの中でも精鋭を連れてきてた。
そいつらの気配が次々と空中に消えていった。なすすべがなかった。残った俺も突き倒されたか。とにかく気づいたらソ連陣地、尋問椅子の上だった。新手のスペツナスか。いや、尋問してきた連中は無関係だ。襲ってきた連中の常軌を逸した運動能力、突然の霧、東側にあんな力あればオーセロットが知ってるだろう。だが西側でもない。あんな連中がいるなら CIA はもっと楽をしてるはずだ。お前たちを襲った目的は？わからんな。助かったのは俺一人。それも多分奴らの目的じゃない。目当てが俺なら第40軍にあっさり譲るはずはないからな。いずれにしろ連中の正体がわかるまでは用心した方がいい。ボス、もしまた会っても無理に戦うな。まずは逃げるんだ。俺はかつてゼロにサイファーに寄生していた。サイファーには自前の軍隊がなかった。だからサイファーは自分たちの手足を欲しがっていたんだ。それで俺に接触してきた。ビジネスパートナーとしてな。だが奴らの方針は違ったんだ。中米での東西代理戦争に俺たちをあてがうことでマザーベースを成長させ、大きくなったらサイファーに取り込もうって腹だったんだ。そのためにパスにジークを奪わせた。了解、回収する。俺たちが拒否したらジークを使ってマザーベースから核を撃つ。世界は俺たちを危険因子とみなし、存在を消しに来ると。核発射は止めたが結局俺たちは潰された。核査察を装った奴らの破壊工作で、今となってはもうサイファーが欲しがったあの軍事力はない。だったらなぜまだあんたを狙ってるんだ。あんたの存在が怖い、それだけか。わからない。本当にゼロが、少なくとも俺が知っている男の意志はもう感じられない。どういうことだ。俺たちの相手はゼロではないのかもしれん。サイファーの規模、目的、正体、もう何も確かなことはない。今度のマザーベースはもともと鉱物資源会社が建てた試掘プラントだった。だが計画は頓挫。立ち枯れた廃墟をセーシェルの政府から譲り受けたんだ。ああ。ダミーの建築会社をいくつか挟んで作りかけのプラントを改造した。はためには計画が再開したと。カズ、お前は何だ。わざとだろう。9年前を再現してそこから今度は。そうだ、奴らはあの時の俺たちに負けるんだ。世界に教えてやる、本当に勝ったのは俺たちだと。同じように負けたら。同じヘマはしない。今は敵を見ている。組織が大きくなったら会社を分割。目をつけられた会社はすぐ潰し、資金だけをトンネルさせてまた新しい会社を作る。ほとんどの PF は零細だ。職業柄回収する。了解だ。怪しまれることはなかった。それと HEC だ。 HEC？ ヒュミントエクスプロイテーションカンパニー。情報の専門企業、いわば民営化した情報機関。カズ、それは覚えてるか。キューバの収容施設で連中がやろうとしてたこと。
消滅だ。仲間は。よし、無事捕獲したようだな。